差。残り時間が4分少々です。まもなく残り4分になります。 2-3 のゾーンでしょうか。外のシュート、おー、これは入ってしまいましたというふうに言っておきましょうか。そうですね、中国これで同点です。50対50。イタリアはゾーンを仕掛けてきましたが、まあ、中国にちょっとラッキーなポイントが入りました。51対50という形になっています。カズラウスカスヘッドコーチ、画面のスコアボードが一回戻りました。このゲームのレフリーはロマルダス・ブラザウスカスさんです。リトアニアの方です。これですね、結局これは2ポイントということですね。2ですね、ですね、まあ、リングに当たったボールをイタリアの選手がアシストしてしまったというような形になりましたので、はい、さあスコアは同点です。50対50です。